こんにちは、ご視聴ありがとうございます。世界に一丁シリーズ、ウエスタンアームズさんが所ジョージさんのため特別に作った限定モデルを紹介します。さらに所さん自身がね、いろんな手を加えているので、それも見ていきたいと思います。所さん、いつもお貸しいただきありがとうございます。これミニガバメントのロングバレルカスタムっていうことになるんですかね。全長は約21センチ、重量は795グラム、重量感あります。出た、すごい加工が施されたマガジン。いや、この油汚れを再現してる感じが素晴らしいですね。はい、重量は197グラムでした。上からこのロングバレルの金属感、まあこれロングバレルは金属ですよね。はい、フロントサイド別パーツで、うわー、すごいカッチリしてますね。エッジもバッチリ。これ亜鉛なんのかな。リアサイトはボーマーフルアジャスタブル、いいですね。この左右の角の出っ張りね、私この削ってないタイプ好きなんですよ。いいですね。サイトピクチャー見ますね。こんな感じですかね。バレル、もちろんショートリコイルしますよね。インナーバレルがちょっと見えるようになります。いや、それにしてもこれいいですよね。刻印、世田谷 AF ベース、そしてなんかおしゃれなプレートと97の白いのがわずかに残ってますね。で、右にもプレートが、なんかかっこいいですね。1979、もう97のプレートも入ってます。これフレームとか角が削られてるように見えますけど、あのボブチャウの2でしたっけ、あれをちょっとイメージしてる感じあるんですかね、このロングバレルと。右には US エアホース、そしてパテントの刻印。で、フレームにウエスタンアームズ ASGK。そしてなぜかバレルに特攻ロと、このランダムな感じの刻印がいいですね。打刻されてます。スライド引いてみましょうか。ちょっとゆとりがあって、引きは軽いですね。最後の余裕がこれくらい、ちょっとありますかね。マガジン抜いてスライド引いてもダメですね。スライドストップ下げないと、スライドは前進しないようです。スライドストップ、通常とはちょっと異なったタイプで、チェッカリングはなく、ちょっと出っ張りがありますね。はい、軽い力でリリースできます。トリガーガードからトリガーは、トリガーはショートなトリガープル見ますね。ちょっと遊びがあり、ここで重くなって、あ、綺麗し軽いですね。トリガープル見ましょうか。軽っ !506g でした。安全装置はグリップセーフティーとサムセーフティー。サムセーフティー動き軽いですね。で、サムセーフティーをかけた状態で引いても打てませんと。安全装置外しても打てない。グリップセーフティーを押せば打てます。マガジンキャッチボタン、ちょっと周りが削られていて、こうメキが。マガジンキャッチボタン、ちょっと周りがこう削られて使い込まれている感がありますね。マガジンキャッチボタンを押すと、マガジン自重で落下しますね。よっ。はい。改めてグリップを見ますと、フロントのカーブは、やっぱりちょっと一部ね、削られてる感がありますね。いやー、このもくぐりいいですよね。すごい、後ろ、スプリングハウジングが、チェッカリングなし、ああ、これいいかも。このロングバレルに、フルアジャスタブルサイトだけど、ビーバーテールもね、入ってないし、セーフティーもまあ普通っていうのがなんかおしゃれな感じしますね。通常分解マガジン抜いて、スライドを途中まで下げて、スライドストップ反対から押してやれば、スライドストップ外れます。で、スライドが前に外れます。これ若干プラグがフレームに当たってるような、なんか削ったような跡がありますね。バッファーこれ結構しっかり入ってますね。ではスプリングを抜いてプラグも抜きます。なんかプラグ一本もすごいですね。このプラグ削りがここ削ってありますよね。そしてブッシング、あ、すごい軽いかも。軽い、簡単に取れました。バレル前に抜けます。プラグやブッシング入れた状態でスライド重量は 141g でした。フルアジャスタブルサイドも付いているのでね、やっぱ重めになっているので、リコイル楽しみです。バレル入れますね。はい。
ブッシング入れます。はい、まずプラグを入れて、これ方向ありますよね、向きを合わせてプラグを入れてからリコイルスプリング入れます。ではスライドを戻して、はい、次スライドストップ戻して、これでいいですね、戻りました。ではいつものマリさんのローラーで入れますね。はい、入りました。エアガン競技 APS カップ的を15メートル先に置きました。結構近いところ飛びますね。 0.2 でも大丈夫そうかも。横打つと、まあそうですね、重い球使わなくても良さそう。いや、いいですね、やっぱ重いリコイルが、はい、独特の感じがいいですね。はい、しっかりとホールドオープンもしました。いいですね。ガスの消費量を計算すると1発あたり 0.16g でガス1チャージで45発打てる計算です。マガジン温度 26.5 度、発射音いきます。発射音じゃないよ、初速ね。 78.1 77.7 78.4 77.5 77.7 75.7 75.9 76.4 76.1 でした。発射音行きます。だいたい50センチ離して 84.7 真横 116.5 銃口は 111.4 デシベルでした。スティールチャレンジャーランダーバード打ちます。いや、いいですね、この大きなフロントサイトとこのボーマーのリアサイト、狙いやすいですね。エアガン競技 APS カップのブルーザイ打ちます。いや、トリガープル軽いしね、キレいいし、サイトも見やすくてね、はい、すごいよく打ちやすかったですね。ちょっと上下のばらつきがありますかね。はい、だいたい6時正中ここを狙いました。右側ロングバレル飾ってよし、打ってよし、最高ですね。まあ、以前にもね、所さんからお借りしたエアガンとかいっぱい紹介してますので、こういうの好きな方ぜひ他もご覧ください。よかったらコメントもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。